サパティスタ民族解放軍の、ハタサパティスタ民族解放軍は、メキシコで最も貧しい州とされる、チアパス州を中心として活動する、ゲディラ組織である。単に、サパティスタと呼ばれることも多い。サパティスタは、チアパスの貧しい先住民族である、マヤ人のツオチル族やツルタル族の農民を主体に、組織されているが、その支援者は、 メキシコ国内の都市部などにも幅広く存在し、またウェブサイトを介して世界的に宣伝を行っている。マルコス副司令官が実質的な指導者である。サパティスタという名称はメキシコ革命において農民解放運動を指揮したエミリアーノ・サパタにちなむもので、サパティスタ民族解放軍はこのサパタの思想を引き継いだ革命行動である。1992年、 世界の多くの国でアメリカ発見500年が宿される中、10月12日にサンクリストバルで開催され、1993年12月、サパティスタ民族解放軍は帰還し第1号で公式な武装放棄宣言であるラカンドン密林宣言を発した。そして、1994年1月1日の北米自由貿易協定の発行日を期して、ナフタは、 貧しいチアパスの農民にとって死刑宣告に等しいとしてメキシコ南部のチアパス州ラカンドンにおいて武装放棄した。ナフタによって貿易関税が消失しアメリカ合衆国産の競争力の強いトウモロコシが流れ込むとメキシコの農業が崩壊することや農民のさらなる窮防化が予測されたのである。実際にメキシコではナフタ発行後 多くの農民が自由競争に敗れて失業し、メキシコ市のスラムや北部国境のリオブラーボ川を越えて、アメリカ合衆国に流入した。ラカンドンでは、木材のグローバル商業化や、石油やウランの発掘が目論まれており、当地の先住民を一掃する大規模な強制排除計画が進みつつあった。具体的には、白色警備隊と呼ばれるギャング組織が、大規模農園主によって雇われ、 暗躍し始めていた。身に迫る脅威を前に、インディオたちはついに、500年の抑圧を経て、立ち上がったのである。同日、約800人の EZLN ゲリラはまず、サンクリストバル、続いて、オコシンゴ、アルタミラーのラス・マルガリータスなどの町々を占拠した。これに対し、メキシコ政府は、武力鎮圧で応じ、チアパス州のインディオ居住区を中心に空爆を、 行ったため、サパティスタ側に150人近い犠牲者が出た。これを受けて、サパティスタ側は対話路線に転換したが、結果的にそれが走行し、以後、メキシコ国内外から高い評価と支援を受けることになる。この放棄について、ラカンドン密林宣言では、対スペイン、対ディアス独裁政権、対米国傍聴主地などに続く。 メキシコのプエブロ戦いの系譜の中に位置づけている。また副司令官マルコスが1994年5月11日に受けたインタビューではカスタ戦争やキューバニカラグアイルサルバドルなどの革命闘争とは一線を画したメキシコ国家の枠内で国民としての正当な権利を獲得するための戦いと位置づけている。サパティスタ民族解放軍は先住民に対する 構造的な差別を求断し、農地改革修正など、政府の新自由主義政策に反対、農民の生活水準向上、民主化の推進を要求し、政府との交渉と中断を何度も繰り返しながらも、今日まで確実にその支持者を増やし続けている。サパティスタ民族解放軍の実質的リーダーは、サパティスタ民族解放軍のスポークマンであり、 反乱軍の指揮も取るマルコス副司令官であるが、マルコスは例外的に非戦住民族である。マルコスが反乱軍の指揮を取りながら司令官ではなく、副司令官を名乗るのは真の司令官は人民であるとの信念に基づく。サパティスタ運動の方法論や主張は従来の左翼ゲリラと一線を画しているため、世界的な注目を得ている。サパティスタ運動は、 最初のポストモダン的革命運動であると言われているが、それはサパティスタ民族解放軍がインターネットを介して大々的に自らの主張を展開し、またそれによって世界的な支援を獲得したためにもはや武力などの実力を行使せずとも因然たる影響力をメキシコ政府に対して持つに至ったというまさに IT 時代の革命運動だったからである。例えば、 マニュエル・カステルは、サパティスタを、初の国際ゲリラと称している。この点において、コロンビア革命軍や IRA、日本の極左暴力集団に代表される、武力や脅迫といった、一般人の犠牲者をも生むテロリズムに頼る前例とは、異なった革新的手法と言える。また、サパティスタ運動はメキシコからの独立や、政権の転覆と政権の奪取を目的とする。 反政府運動ではなく、世界的な新自由主義グローバリゼーションがもたらす、構造的な搾取と差別に対して戦うことを目的とした運動であるという意味においても従来にない左翼ゲリラであった。発行都市順、ありがとうございます。